中部横断自動車道の静岡県県とと山梨県内のの区間が来月29日にに全線開通することになりました中部横断自動車道のうち山梨県内の南部インターチェンジと下辺温泉早川インターチェンジの間のおよそ13キロの区間は工事が難航していましたが来月29日午後4時の開通が決まりました。 当初の計画より4年遅れですがこれで新東名高速道路や東名高速道路と中央自動車道の間が一般道を経由することなくつながることになります。